いどうも、ハギちゃん、ハギちゃんチャンネル、ハギちゃん、ハギちゃんチャンネル、ハギちゃん、ハギちゃんチャンネル、お願いいたします。ハギちゃん、ハギちゃんチャンネル始まるよ。チャンネル登録よろしくね。ハギチャンネルでええやん、ハギちゃんチャンネル。はいどうも、ハギチャンネルでええやん、ハギちゃんチャンネル。いやー怖いですね。怖いですね。さあ今日はちょっとあるところに来てるんですけども、まあ見てもらったら分かる通りゲストが来てるんで、ゲストの自己紹介お願いいたします。え、なになに、早くて怖いで、怖いでゲス、怖いでゲスって言いました。そうでゲス、そうでゲス、ゲストがいるんでゲス。やっぱ怖いところに来ると語尾もそういう風になっちゃうんで、そうですね、語尾がゲス調になるんですね、はい、ちょっとじゃあ自己紹介お願いいたします。はい、シークエンサイトモと申します。よろしくお願いいたします。前ねコラボしていただいてね、はい、怖い話させていただいて、生き量が見える心霊第7世代、はい、はい、よろしくお願いいたします。そして初めましてのゲストでございます、自己紹介お願いいたします。はい、アハ TV からやってまいりました、ゴマと申します。ゴマさんです。ゴマさん一体どういう方ですか。僕初めましてで、ハヤトモがあの紹介していただいたんで、そう、あの今日来たんですけど、今のところ金髪コア女としか思ってなくて今ねカメラマンでね、コバさんというね方がいらっしゃって、コバさんよろしくお願いいたします。お願いします。優しい、優しいように見えてるだけ。コバさんは一体どういうあれなんですか。すいません、あれはあの一応夫です。旦那さんです、ね、旦那さんなんです。だから、はい、あの車の運転中にあんなガシガシと攻め立ててた方が良かったですね。むちゃくちゃ殴ってましたからね。今のところも大コア金髪 DV 女っていう情報しか今のところないですけど。怖いですね、芸人さんって嘘ばっかり。ちなみにあの馬さんは、はいはい、あのどういう風な活動というか、どういう YouTube をやられてるんですか。やっぱ心霊 YouTube で、はいはい、見えます女。あ、本当に見えるんですか。あ、見えます、見えます。見てなんかします。見てなんかする。どういうこと、何かされるの。うまく説明してよ。ちょっと早田もうまく説明して、今見て何かされるよ。俺このままやったら、そうですね、俺このままやったら見て何かされるから、それやったら絶対嫌よ。だからお化け見て、はい、そのお化けについて解説したりとか、あ、まあ多少供養してあげたりとか、それこそ悪いお化けだったりだったらお払ってみたりとか。よかったです。ちなみに僕は今の適当です。適当かよ。何じゃおい。まあ今回の怖いとこ本当にちょっとめちゃくちゃ有名な心霊スポットじゃないですよね。そうですね、と思いますね。なぜかというと、僕があんま怖いのはもうやめてくれと。そしてできるだけ怖い場合は近くにしてくれということで、場所をちょっと僕がこう寝ちゃいまして、なぜならあの嫌いなんですよ、怖いのがお化け屋敷とかも行きたくない。あ、そうなんですね。だから今正直もう早く終わらないかな。でも今日はだってこれからジョナサンに行くだけですから、ね、ジョナサンに行くだけ。怖っ。こんな振っといて3人でジョナサン行ってドリンクバー飲んでしまい動画。そうです、そうです。誰が見んねん、こんなん。ここはどういうあれなんですか、場所で言ったら。無縁仏がいっぱいあるところなんですよ。わかりました、じゃあ帰りましょう。お疲れ様でした、はい、情報は入りました。どういうあれなんですか、無縁仏って。だからハギちゃんさんの未来です、はい、俺の未来が無縁。結婚しないじゃないですか。結婚しない男、しない男、孤独で最後。飛び気悪い何かがいるとか、そういうことでは、まあ、なんか恨んでるとかそういう可能性は分かんないです。ちょっと行ってみないと。なるほどなるほど、はい、じゃあ結構いる可能性もというか、見える可能性もあるというか、まあ行き場がなくてさまよってる人はいるかもしれないですね。どうしたらいいんだろうっていう感じで。まあ今の吉本芸人みたいなことですね。そうです。行き場がなくてさまよってる人っていうのは、はい、じゃあ上でネタ合わせが聞こえてきたら、はい、まあとかって聞かれる。それは行き場を失ってる吉本芸人。吉本芸人です。それは例じゃない、はい、その場合は安心できま す, そうです。いやいや怖いですよ、はい、じゃあちょっと僕も初めての本当に僕の YouTube で心霊のあれなんで、うわ、はい、今日はハギちゃんにね1体ぐらいお持ち帰りいただいて。なんだ、女の子みたいに言うの。合コン行くんか今から。もうええて、ちょっとほんまに怖いねんからやめてよ。ちょっとじゃあ今日はよろしくお願いいたします。お願いします、お願いします、お願いします。ハギちゃんチャンネル。急にトナカイさせられましたよ。詳しくはアハ TV 見てくださいね。後ろにハヤトモサンタなってますよ。終わりですよ、バカ大人の最後や。全員がカメラ持ってコスプレして親に見せたくない、こんな。怖い怖い、うわ、びっくりした、何ガシャンって言ったやん、やめてください、もう。大丈夫ですか、大丈夫。なんかガシャンって言ったやん。おならですか。いや、への音が石砕ける音か、俺。セメントかなんかな、ケツが。まだ余裕ありますね。まだちょっとその、みんなと喋ってるとまだな。あ、お墓が。ほんまにほんまのやつやん、ちょっと。こうやるわ、俺。何ですか。もう下から何ぐらいすら、怖すぎて。どういうことですか。これでも多分やけど、はい、俺らを見つけた人が一番怖いと思うね。そうですね、サンタとトナカイが歩いてる。そうですね、あと変なサーカスみたいになるぞって。ヤンキーかと思いきや、まあまあみんな年いってますからね。いやほんまよ、ちょっと普通に怖いぞ、でも雰囲気結構な傾斜ですかね。ゴマさん映ってますか、大丈夫ですか。あ、ゴマさんも止まるんですね、急に。怖いんですけど。ちなみになんですけど、ここまでの時点で幽霊いますよ。え私も思います。ちょ、もうえって、幽霊おんの。いますいます。どういう幽霊。
トイレなんかチンチン出してる。めちゃくちゃ腹立ったその幽霊。一番嫌いはチョケてる幽霊。チャンネルでええやんって言ってました。俺やないか。いらんねえそんな。こんな怖いところで。40代ぐらいの男性と、もう一人は人の見た目じゃなかったですね。マジのやつ急に言うやん。さらっと。急にほんまに幽霊。ゴマさんももう見えはったんすか。もう見てましたよ。マジかよ。はい。私も男性です。うわ、じゃあ二人とも同じやつ見てるやん。そうですね。結構登るな。すごい登る。ていうか真っ暗。あ、すごい。あ、開けてる。無縁仏、本当にものすごい数ありますね。すごい数。すごいな。これすごいな。やっぱりこの無縁仏に近づいてから急に重たくなるっていうか、しんどくなりますよね、ここまで来てから。いや、俺トナカイの頭がずっと重たいよ。へえ、すごい数あるな。本当に横並びにずらーっと敷き詰めてある感じですね、本当に。でも、え？音聞こえましたね。はい。人か？人か？え、ほんま普通にジャリジャリ。ジャリジャリ音聞こえましたね。ほら、また聞こえました。歓迎されてますね、ハギちゃんさん。え、ほんまに怖いんだよ。ほんまに聞こえて。ちょっと、いや、シャレだね。このパターンはあかんやつや、普通に。でまあ今歓迎されたところでですね、違う、サクッと行かれへんで、無縁仏の間を抜けてもうちょっと上まで登りたいと思うんで行ってみましょう。はい。いや、ほんまに出たよ。ちょっとマジで、ちょっと一回止めていいですか。はい。何、ちょっと眩しすぎるとなんか映んないかも、外髪が。違う違う、今外髪とかどうでもよくて、ジャリジャリって言ったよ。言ってましたね、2回ぐらい。眩しい。大丈夫っすよ。ジャリジャリって言ったぞ。バックで進む機体。ジャリジャリって言ったぞ。ありがとうございます。雰囲気が、うわ、勝手に行くやん。ハヤトもちょっと勝手に行くの。勝手にやる。ちょっと待ってください。怖い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 。なんなん、もうそういうの一番嫌やんって。さあ、それでは、はい、いよいよあの無縁仏の間に抜けて頂上を目指したいと思います。ほんまに怖い。さっきのやつジャリジャリだけちょっともう一回。ジャリジャリですか。ジャリジャリ。また聞こえました。うん。すごくないですか、塞がれてるのに聞こえるって。しかも聞こえてます。僕ら聞こえてないですよ今。そんなんすんのやめえ、ほんまに。で今聞こえてないですよね。聞こえましたよね。あ、終わりやん。終わりや俺。終了。終わりました。ダイナマイト持ってきてくれ。いや俺死ぬ時は爆死って決めてるから。怖い、ちょっとほんまに怖いよ。普通に聞こえたぞ今。サイレンナイトですね。いや、それほんまに怖いね今ちょっと。行ってみましょう。はい、はい。まあ、なぜハギちゃんさん限定なのか、我々他の3人も来てるのに。ほんまよ、怪奇現象普通に起きましたね。パンパンパン、ゴリゴリ音鳴って。音鳴ったよな。でしかもカメラ急に止まったし。なりました。うん。普通になったやん、怪奇現象やん。ちょっと普通に怖い。ハギちゃんさんに入られた可能性ありますね。え、ほんまに。うわ、ここ抜けた。全然人とかおらへんわ。いやいや、この俺マジ、いや人おると思った今。普通にジャリって言ったよ、2、3回言ったで。ちょっとあの急遽本当にバグっちゃって。はい、カメラバグりましたね。これがほんまにバグっちゃって、今一応特感で僕のカメラで撮ってるんですけど、ほんまにバグって急に今までのとこ。なんだろう、ちょっとほんまに急にこうなったからやめて、ツッコミとかできへんで、もう怖いで。大丈夫ですか、もうまた変な音とか聞こえてないですか。じゃあもう2回聞こえてんねん。そうですよね、2回ですよね。1回か3回、2、3回やな。頂上上がった後にものすごいでっかい音がバンってしてんですよ。帰ろや。鉄を叩くようなガンって。あ、すいません、普通に帰ろや。いやいや、でもこれからです。ここからまだ全然本番じゃないですから。はい、まだ伸びんのかよ。ほんでちょっとじゃあ僕はまあ一応ずっと回しながらになるんで、はい、じゃあここでごまさん、はい、どういうあれなんでしょうか。着きましたけど、ここでハギちゃんさんのファンの皆様申し訳ございません、うん、ハギちゃんさんをちょっと一人ぼっちにして、サーモグラフィーとともに定点カメラを仕掛けて検証してみたいと思います。何考えてるの。はい、いや、あんまゲスト一人ぼっちにするコラボなんか聞いたことないね。いってらっしゃいませ。はい、
ちょ、ほんまに怖いや。新しい扉開きましょう。開きじゃないのよ。ちょ、ほんまに怖いのよ。さっきからほんまに怖いのよ。音も鳴ってるし。はいはい。じゃあとりあえず僕で回しておきます。はい、行ってらっしゃいませ。え、ほんまに一人で行くの？ほんまに一人です。どうしたらいいの？どこにしましょうか。なんかちょっとヤバそうなとこがいいですね。ダメですよ。ね、一番マシなとこ。うわ、今ほんま怖すぎてちょっとおなら出てもうたわ。普通に。おならはね、心霊スポットではよく出ますよ。え、あるある。あるあるですよ。え、ちょっとあの今教えておいてほしいんですけど、その怖い場所決める前に、はい、あの心霊スポットで今もう一人されるってことですよね。はいはい。あのやってはいけないこととやばい時はこうしろみたいな、ちょっと教えておいてもらっていいですか。ちょっと一応さ、まあ、バカにすることはまあダメですよね、もちろん、はい、お化けをバカにするようなことはしないでください。今もこの時点で会うんだ。いいえ、ちょっと危ないですね。外していいですか。ダメですよ。ダメですね。 あったかいんでそれつけて、はい、魔除けですし、はい、まあ、バカにするようなこと、はい、しちゃいけないのと、はい、あとまあなんていうんですかね、失礼なこと。失礼やんか、もう見ないや。おい、失礼なことしちゃいけない。ちょ、ほんまにあかんやん。あとちょっと、はい、墓石とかはあまり触らない方が。触らないですよ、当たり前ですよ、触らないですよ。怖すぎるでしょ、そんな。どうしたらいいですか、もしなんかやばいなっていう時とかあるじゃないですか。やばいなっていう時はこれマジで言いますよ。一人残されるわけでしょ、今からアハティビーのあれでサーモグラフィーで見るわけでしょ、はいはい、マジなの言っていいですか。マジなの言って。エロいこと考えてください。まあ、ほんまにマジなんか。これマジなんです、うん。でも分かります。マジですか、はい、これなんでかっていうと、エロは死と最も遠いところにあるので。え、でもほんまにじゃあやばくなったら、とびっきりじゃ自分でエロいこと考えたらいいの。あ、そうです、そうです、そうです、うん、ネガティブだとやっぱ寄ってくるんで。あ、でもそれは聞いたことあるかも。はいはい。じゃあそうやったらエロいこと考えてる方が。ポジティブエロ、ポジティブエロ、はい、もうアホで言ってください。分かりました、はい、アハ TV の方でサーモグラフィーの見るわけですもんね。そうです、そうです、はい。今アハ TV さんのサーモやらカメラがもうめちゃくちゃになってるみたいで、ちょっと今緊急事態です。こんなことはないそうで緊急事態です。ハギちゃんチャンネル。なんとですね、はい、ハギちゃんさんに一人ぼっちにして、はい、ちょっとサーモカメラと一緒に定点をって考えてたんですけど、はい、突如サーモカメラ故障しました。見てました。あ、見ましたよ。いや、もうちょっとトラブル、もう帰りましょう、うん、マジで本当に買ったばっかりで、うん、サーモで、しかも来る途中、ハギちゃんさんの結構いいカメラ、はい、もう急に壊れましたし、まあ、壊れてつかなくなって撮れないみたいな状態で、ゴマさんの iPhone もカメラがちょっとカメラの調子がおかしいです。写真のカメラがちょっとおかしくなって。こういうことってよくあるんですか。あんまりないです。うん、あんまないですね。あかんや。僕の携帯はピンピンしてます。なんだお前は。ちなみにライトもつかなくなったのにまた復活したりとか。なんなん、もう嫌やって普通に。とにかく結構現象がいっぱい起こるんですよね。ほんまに起きてるから嫌やわ、はい。で、まあここでちょっと残っていただいて、急遽アギちゃんさんがまだ幽霊見たことないですもんね。まあないよそら、はい、だから今日見いちゃっていきましょうっていうことで。なんなんその本問題タイトル。見ちゃっていきましょう。アギちゃんさんの見ちゃっていきましょう。ないやねそれ。ということで、お化けを怪奇現象がたくさん起こる山頂で見ていただきたいと思います。ほんまに嫌やわ。はい、見えるまで帰れまってんです。いらいらいら。いや、山頂ちょっと下る方がいいんですか。そうですね、ちょっとヤバめのところで行きましょう。じゃあゴマさんが一番ヤバいと思ったところにこれから連れて行っていただいて。ゴマさんのことがだんだん嫌になってきた。怖いわ。私は好きですよ。怖い。ちなみになんですけど、定点の時間はどれぐらいにします。そうですね、まあ、長ければ長いほどありがたいんですけれども、はい、ってんの。その前に投資するよ、この寒さ。え、だって映したいじゃないですか。確かに。いや、もう結構ほんまにトラブル起きてるから、僕は結構お腹いっぱいなんですよ。いや、さっき見たことないから怖いって言ってたじゃないですか。まあまあまあ、そうっすね。一度見たら変わるんですよ、怖くなくなるためにも。いや、もういいっすよ、そんな。ほんまに怖いっすよ。ハギちゃんさんの限界時間はどんぐらいですか。2分ですね。短ラーメンよりも短い。2分で。2分でいいかい。もっと言ってくれよ。それは先輩の意思を無視してやってくれよ。いや、頑張って2分いきましょう。いや、もうええって。ほんまに。じゃあ何分ですか。分かりました。何分ですか。ほんまに30分ですかね。そうですね、それぐらいはまあ最低30分でいいんじゃないですか。疲れてるのか。見たら2分で大丈夫ですか。あ、もう見た。そうですね、見たって言う。見たって言ったら、うん、何なんそれ。早押しクイズみたいな。ええの次第。ピンポン。確かに。ピンポン見た。いや、見たらそんなテンションでいられへんよ。やばい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 で、映っても教えてください。あ、なんか映ったかもみたいな、うん、無線でオーブとか。いや、俺オーブとかも分かんないけど、なんかじゃあなんか異変が起こったら、はい、分かりました、定点で、はい、はい、それでは移動しますか。そうですね、はい、はい、ついていきます。では行きましょう。ちょっとこれのせい、あ、そうか、場所鳥かですね。聞いたことないタイプの鳴き声、ほんまに嫌や。真っ暗やん、真っ暗やんか。もうえって、もうほんまに嫌や、だるいって。
ハギちゃんチャンネル。はい、というわけでございまして、今ハヤトモとアハ TV のお二人も降りて、今カメラが一台置いてある状態で、今僕はもう一人にされてる状態でございます。地獄です。すごい怖いです。ほんまに怖い。これもうあと、今何も見えへんくても、なんか後で何か映ってるとか嫌やな。ちょっともう嫌や。ほんま嫌や。何もう嫌や。帰りたい。すっごい寒いし、もう早く時間経ってや。もう後ろ見たくない。後ろとか見たくない。後ろ見たくない。後ろがとか怖いよ。後ろ怖い。怖い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 。いや、ほんまに怖い、ほんまに怖い。あー、あかんわ。怖いとか言っちゃあかんね。エロいこと考えな。エロいこと考えなあかんねやった。エロいこと考えよう。エロいこと考えとこう。怖いとか言ったら来ちゃうから、エロいこと考えよう。企画もの、企画ものとかね。マジックミラー号、マジックミラー号、マジックミラー号。出会って3秒、出会って3秒。マッサージ、マッサージ系のやつ。もういやいや、マジックミラー号。いや、怖い、怖いよ、これは。もういや、ほんまにね。エロいこと考えな、エロいこと。おっぱい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 お尻おっぱいお尻おっぱいお尻おっぱいボンキュッポンボンキュッポン峰藤子エロい単語言って、エロいことエロいこと考えていこう。エロいこと言っていこう。エロいことエロいことエロいことおっぱいおっぱいエロいことエロいことボンキュッポンあかん。エロいことあかん。エロいこと考えよう。よし、エロいこと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 怖い。やだ、エロいこと。ああ、なんだもう。もうなんかおる、ほんまにもうわからないか。エロいこと、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 エロ、エロ、エッチ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 、くそ、エッチ、エッチ、エッチ、怖い、ちょっとあかん。エロいこと、エロいこと、怖いと思ったが、エロいこと、エロいこと、あ、涙出てきた。エロいことしりとりしよう。エロいことしりとり、エロいことしりとりは無理か。ここどうぞ。エロいこと、エロいコスプレ、エロいコスプレっていうか、コスプレのエロいやつ。ナース、JK、チアガール、ミコ、CA、バスガイド、看護師、バニーガール。エロいこともそんな出へん。あかん、こんな時エロいこと出へん。いつもエロいこといっぱい出んのに、こんな時エロいこと考えられん。なんか光ってる？見えんか。え、あれ何？あ、気のせいか。もう怖い。なんか普通の光も、普通の光もなんかに思えちゃう。普通の光や。妄想や、妄想。ちょっと待って、やっぱり。やっぱり。え？あ、違うか。なんか音みたいな聞こえた気したけど、なんか聞こえた気する。なんか気、なんか音聞こえる気する。気のせいか。うん。ほんまにやること考えよ。真剣にやること考えよ。うわ。照明消えたよ。照明1個消えた。照明1個消えたよ。照明1個消えた。ちょっと怖い怖い怖い。暗なった暗なった。さっきより暗なった。やばい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 。ちょっと待って、ほんまにやばいやばいやばい。消えた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 。ちょ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 、あかんあかん。ほんまにあかん、ほんまにあかん、ほんまにあかん。ちょ、どうしたらいいん。ちょっとやめてや。どうしたらいいん。ちょ、あかん。エロいこと、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 エロ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 。エッチなこと、エッチなこと。おっぱい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 お尻。もう嫌や。もう嫌や、怖い。嫌や。もうええて、ほんま。ちょ、もうええて。ほんまにええて。ちょ、もう怖い怖い怖い。ほんまにええて。ちょっとほんまに嫌や。なんなんこの電化系の、電化系のトラブル、なんなん。家電系なんていうんこれ。もう、トラブルなんなん。あ、怖くておなら出ちゃった。またもう嫌や。怖くておならまた出たや。もうエロいことエロいことエロいこと。おっぱいおっぱいおっぱい。お尻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 おっぱいお尻。太もも太ももおっぱいお尻。もう嫌や、怖い。早く迎えに来て。もうもうええでしょ。もうもうええって。もうこれカメラ回してんかったらずっと怖いで。これカメラも何もないとこで一人寄ってみ。めっちゃ最悪やで。これは静かにしたらあかんな。
うわあ、さっきより暗くて、え、何？何？何？あ、違うか。もういやいや。ちょっとほんまにきつい。ほんまにきついぞこれ。エロいこと、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 なんで浮かばへんねんこんなで。エロいことが浮かばへん。普段浮かぶのにエロいこと。あ、迎えに来た。あ、迎えに来た。ちょっとしかも一人じゃないですか。ちょっと照明消えましたよ急に。もう帰っていいですか。あ、もう帰りますよ。小林さん帰りますよもう。あ、あ、光。あ、あ、怖かった。もうええて。それでは聞いてください。100年越しの I love you。ん？ごめんなさい。何これ？イエイエイハギちゃん誰ですかあなた。ちょっとワンツースリーフォーハギちゃんファイブやで。何ワンツースリーフォーハギちゃんで。イエイエイハギちゃん、イエイエイ誰ですかあなた。チェックザハギちゃんチャンネル。何をチェック、かっこいいの入ってきたな。何これハギちゃん、ハギちゃん言うな。イエイハギちゃん、イエイハギちゃん、ちょファンファンファン、かっこいいね。カモハギちゃん、どこ行ったらええねんカモハギちゃんって。レッツダンスハギちゃん、なんで踊らなあかんねん。イエイエイハギちゃん、それやめろ。イエイエイ言うの。ワンツースリーフォーハギちゃん、ファイブや言うてんねん。それやめろワンツースリーフォー。イエイエイハギちゃん、何やねんこれ。おいチェックザハギちゃんチャンネル。何言うやん、かっこええねんこれ。おハギちゃん、ちゃうちゃうねん、ちゃうねん、ハギちゃんラブソング歌いたいな。何よカモハギちゃん、どこ行ったよもう。踊ったらええかも。いや終わったやないかこれ。もうええて。